監督の沖田修一です。おととい韓国にソウルに来て、魚のこの上映を、どういう、反応があるか楽しみに来ました。今日はよろしくお願いします。そうですね。まず自分が、10本も映画を撮っていて、それで、いろいろな映画がこの韓国で上映しているということを僕はあまりよく知らなかったんで、それを知ってとても嬉しく思ってます。あと、ちょっとそのこの映画にの、その元になモデルになっているさかなクンという日本の、有名なテレビタレントさんがいて、その方の、映画を作りませんかということを、今回のプロデューサーの方から話いただいて、僕もさかなクン昔から好きだったので、日本だとすごく変わったユーモアのあるみんなに愛されるキャラクターなんですね。で、その人がどうしてこんなにみんなから愛されるんだろうっていう興味があって、こういう映画、事実とまたちょっといろいろ映画のオリジナルストーリーがいっぱいあるんですけども、さかなクンがどうしてこんなにみんなから愛されるんだろうということを自分も知りたい気持ちで、映画を始めました。ああ、そうですね。実際のさかなクンは男性で、ただ俳優がこのまま映画にすると、あまりにも日本では有名なので、モノマネになってしまう可能性があると思って、あえて女性で、演じてもらって、ただ、性別はそんなにと、あの、さかなクン自体もそんなに性別、なんだろうな、あんまり気になったことないというか、だから女性が演じてもいいんじゃないかなっていう、自由な気持ちで、映画にしました。で、ポジティブ아주겠지만도쿄라고외치면서とても楽しんで、매우즐거워하셨다고합니다。のんさんという方は、日本では、ドラマで、あまちゃんというドラマがちょっと前にあって、それがすごく有名で、みんな日本の方知ってる方で、その方はすごく、なんていうんですかね、明るくて絵を描くのが上手で、音楽活動なんかもしていて、で、さかなクンも実は音楽活動をしていて、絵を描いていて、ちょっと似てるなと思ったんですよね、その精神的な意味で。ああ、さかなクンも魚を食べるのが好きで、魚を全部好きだから、なんだろうな、食べることも その一つっていうことで、僕はそこがすごく個人的には好きで気に入っていて、だからタコをこう、子供の頃にお父さんがこう 叩き潰すの後、泣きながらそのタコを食べてるシーンは必要不可欠だ、なんか面白いなと思って、子供の頃目の前でタコを叩き潰して食べたっていうのは実話で、ただ映画はもあえあ実際はあんなに大きなタコじゃないと思います。日本の館山という場所が千葉県にあるんですけど、そこはさかなクンがのお家があって、そこの館山の行くと、なんていうんですか、道の駅っていうんですかね、館山の、なんていうんですか、販売所、なんだろうな、館山に行くとさかなクンの絵がいっぱい飾ってあるんです。だから町がもうさかなクンを応援していて、だからそこで撮影をするのはもう、なんだろうな、館山で撮影、館山以外考えられなかったし、あとはでももうちょっと違うところで海でも行きましたけど、そういうさかなクンが実際に
行ったところをロケ地に使って、あと学校も実際にさかなクンが小さい頃通ってた学校を借りして、その今日あの音楽え理科室だ理科室もさかなクンが実際にカブトガニを歩かせていた理科室で撮影しました。フィルムで16ミリフィルム、で、時代性、日本の少し昔の、時代がたくさん出てきて、それが今につながっていくような映画にしたかったので、あえて昔のシーンなんかをよくフィルムの質感を強くして撮りました。ビデオみたいにたくさん回せないから、撮る時だけ撮るっていうふうになるんですけど、魚は言うこと聞いてくれない。魚を撮るのに、とにかくフィルムを無駄にできないので、やたらめったら撮れないんですね。だから魚の動きを感じながら、もうすぐこっちに来るんじゃないかと思ったらフィルムを回したりしたので、魚を撮るのにフィルムがとても大変でした。おそらく離婚しているという家庭でっていうことは、映画では直接描かなかったんですけど、というのはさかなクン、ミーボー、主人公のミーボーが魚が好きということがずっと強いストーリーとしてある中で、親の離婚に関して、そこまで描く必要、ミーボーから見た離婚なので、そこまで映画として強く描く必要はないというふうに思って、分かる人が分かればいい。そういうこともあるだろうっていうことで、やりました。あと僕が子供の頃、日本で子供の頃とかは人と違うとか変わってるっていうことが結構、なんでしょう、よくないことだと、そういう時代だったなと思って、さかなクンはその中でもそういう存在なんだけど、お母さんに支えがあって、今の人生があるというか、せあの周りの支えがあって今さかなクンになれてるということが、お母さんから伝わるといいなと思いました。実際の通りの部分もあるし、映画のオリジナルストーリーというところもあるので、ハーフ&ハーフぐらいかな。で、だから主にハイスクール、高校時代の、不良の喧嘩とかは、あんなことにはな、あれは映画だけだと思います。水族館で魚ばっかり見てクビになったっていうのは本当みたいです。自分で日本だとお寿司もあるんで 魚さばくんですけど、ミーボーにとっての魚の見え方と我々にとっての魚の見え方が常識がちょっと違うっていうようなことを、映画ではやりたいなと思っていて、そうですね、そんな感じかな。でもそうですね、さかなクンがもし魚が好きだって言って魚を食べなかったら、なんかむしろ逆に僕は不思議な気がしますというか、なんだろうな、実際は学者さんだったりもするから、いろんなその知りたいっていうことと同じなのかもしれないですね。今行って度み同たい。じ質問をさかなクンに聞いてみます。 ちょっとこの作品はモデルになった方もいたので、今度はちょっと自分のオリジナルストーリーをやりたいなと思っておりまして、そうですね、なんかちょっと世代の違う女性3人の話がやりたいなと思っていて、そんなようなことをちょっとオリジナルで映画にできたらいいなと思ってます。